1978年、昭和53年、11月25日、シュツットガルトの惨劇は起きました。地獄の墓掘り人、ローラン・ボックが、プロレスの範疇を超えたスープレックスで、アントニオ猪木を投げまくり、そして勝利した試合。1976年、モハメド・アリと戦った猪木は、世界でも知名度を得ましたが、その代償に9億円とも言われる莫大な負債を背負います。そこにボックからヨーロッパツアー参加のオファーが来ます。ギャラは1億円。当時全くの未知の選手であったボックの挑戦に、マネージャーの新間久志は反対しますが、猪木はこれを受けます。しかし新間の嫌な予感は当たっていました。ボックは1968年、アマレスで西ドイツ代表としてメキシコオリンピックに出場。アスリートの下地もしっかりあった上でプロレスに転向。そして1974年8月に岩石男という異名を持ち、プロレス界最強のシューターと言われていたジョージ・ゴーディエンコとシュートマッチを展開して、試合には敗れましたが、ゴーディエンコを骨折させるまで追い込んでいたのです。プロレスの暗黙の了解をしばしば無視して、時には対戦相手を故意に負傷させるという恐ろしい相手。そしてこのヨーロッパツアーは23日で20試合という恐怖のハードスケジュール。しかも相手はプロレスラーではなく格闘家がメイン。柔道金メダリストのウィリアム・ルスカ、プロボクサーでアリとも戦ったことのあるカール・ミルデンバーガー、アマレス金メダリストのウィルフレッド・デートリッチ、そしてローラン・ボック、死のスケジュールです。しかもリングは木の板の上におがくずを巻いてシートを張っただけというカチカチのリング。猪木は藤原義明を帯同してドイツへと向かいます。猪木はヨーロッパ2戦目のボックとの試合でフロントスープレックスで叩きつけられ右肩を負傷。4戦目のデートリッチ戦で左足も負傷。慣れない硬いリングで負ったダメージで満身創痍の状況でヨーロッパツアー16戦目のローランボック戦を迎えます。この試合は4分10ラウンド、10カウント方式もあり、反則はイエローカード3枚で負け、レッドカードなら1枚で即負けという特殊なルールでした。そしてこの試合はワールドプロレスリングでも放送されることとなります。そこに映し出された映像は異質でした。薄暗いリングの上で落ち武者のような風貌のボック。表情もほとんどありません。戦うサイボーグのようです。1ラウンドからそのスープレックスが炸裂します。しかも組んだ瞬間に高速で投げる見たこともないフロントスープレックス。猪木は危険な角度で脳天から落とされます。2ラウンドもえげつない角度のジャーマンスープレックスで猪木は投げられ、普通のレスラーならここで終わってもおかしくないような状態です。この後もボックは猪木のドロップキックも全く受けることはなく、無表情に淡々と猪木を攻め続けます。ガチガチのファイトスタイル。4ラウンドまでで猪木が出せた攻撃はスリーパーホールドのみです。5ラウンドから猪木のドロップキックを受けたり、キーロックが決まったりで、一瞬プロレスらしさも見せます。しかし8ラウンドからまたもやガチガチの展開に。ボックが妥協のない張り手やエルボースタンプを繰り出します。しかし、序盤あんなにやられ続けていた猪木が息を吹き返します。ボックの強烈な攻めを受けながらも、鬼の形相でスリーパー、ヘッドバットで対抗。ボックもこれに対して強烈なヘッドバットを繰り出します。いつの間にか試合は激闘になっています。この頃の猪木の練習量はすごいものがあり、スタミナも十分。そして猪木なら、ホーキが相手でも名勝負を作れると言われただけあって、ガチガチのシューターのボックを相手にきっちり試合を成立させています。やはり猪木はプロレスの天才です。猪木のヘッドバットでボックは流血。そしてまたもや危険な角度でのパイルドライバーも放ちますが、猪木は戦い続けます。
そしてこの激しい戦いは10ラウンド時間切れ。判定でボックの勝利となります。語られている話では、猪木がボロ雑巾のように投げられ続けたという印象ですが、実際フルラウンド見ると、猪木がヨーロッパでとんでもないシューターと出会って強烈な攻めをしてきたが、なんとかそれをしのいでプロレスを成立させたという印象でした。当時35歳、ギリギリ全盛期の猪木の力量は素晴らしく、またボックの風貌、インパクトも地下プロレスの帝王という感じで、お互いが個性をぶつけ合っていました。とんでもない死闘でした。これをテレビで見たジャンボ鶴田は、いやーダメだよねー、ああいう試合をテレビで放送しちゃー、うん、と言ったそうです。プロモーターでもあったボックは、このヨーロッパツアーが失敗、莫大な負債を背負い、結果猪木のギャラも全額は支払うことはできませんでした。しかもこの翌月には、今度はアンドレ・ザ・ジャイアントとの試合でシュートを仕掛け、スープレックスで投げましたが、怒ったアンドレのボディープレスを受けて、左足を負傷し、血栓症を誘発してしまいます。結果これが、ボックの引退につながりました。猪木へのギャラの未払いを埋め合わせる形で、1981年に初来日したボック。木村健吾、長州力をダブルアームスープレックスで投げ圧勝して、猪木との再戦に期待が持たれます。しかし翌1982年1月1日の猪木とのシングル再戦は、かつての西ドイツでのボックではありませんでした。血栓症に悩まされていたボックは、練習不足もあり、途中でスタミナ切れを起こし、反則負けという消化不良の試合となってしまいます。そして、これがヨーロッパの帝王ボックの引退試合となってしまいました。そしてこの早い引退もローランボック最強伝説となり、神格化されていく一因となりました。猪木は後に、あの時点ではああいうスープレックスっていうのはなかったですからね。ボックの技はレスラーの範疇を超えてて、異種格闘技戦みたいなものだったね。抵抗する間もなく飛ばされてしまうんです。大きいだけじゃなく体も柔らかくて、こいつのどこをどう攻めればいいんだという感じでした。スリーパーホールド以外に他の部分は攻めきれなかったというのが本当のところかな。アキレス腱固めはかかれば効いたと思いますよ。でもかけるまでに足の力で弾き返されてしまう。とその強さを称えながらも、彼によって随分多くの選手が怪我をして再起不能になったというのも知ってますしね。と含みを持たせました。ボックは後年、実を言うとこの試合の後、私は3日間ホテルに閉じこもってベッドに伏せていたんだ。猪木との激闘の疲れを回復させるためにね。あの試合の後の写真を見てもらえれば、私がどんなひどい状態だったか分かってもらえると思う。私の最強のヘッドバットでも彼を倒すことができなかった。あの日以来、彼のことは本物のファイターとして尊敬している。プロレスラーとして最もタフな戦いといえば、シュツットガルトで行われた猪木との試合だ。そして最後に日本のファンに向けて、あなたたちのヒーローであるアントニオ猪木をいつまでも大切に思ってほしい。彼はスポーツ界において最強で素晴らしいレスラーの一人というだけではなく、フェアな精神の持ち主だ。と語りました。シュツットガルトの惨劇は、惨劇ではなく、激闘でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。よければ、チャンネル登録といいねを押していただけたら励みになります。